はい、どうも皆さんこんばんは、やすさんです。今日はですね、レクリエーションで簡単に弾けるギター講座ということでございまして、今回は誰もが知っている名曲を少しずつ練習してね、いずれは弾けるようになりたいなということを目指しまして、今回からギター講座をさせていただこうと思います。今回はですね、アリアのエレアコになります。アコースティックギターですが、シールドを通してアンプから音を出すことが可能なギターになっております。チューニングは全て済んでいる状況でございます。はい、今回ですね、まあ誰もが知ってる曲ということで、何の曲にしようかなと思ったんですが、先日ラジオで聞いてましたら、イルカさんの名残雪を歌ってましたので、こちらから弾いてみたいなと思います。大体のですね、こういうギター関係の、まあ、YouTube であるとか動画でしたら、最初から順を追っていくと思うんですけども、なんとなんと今回は B メロから行ってみたいと思います。じゃあまずはですね、コードから覚える必要があると思いますので、簡単にね弾いてみたいなと思います。じゃあそれでは見てみましょう。曲の B メロで使うコードです。まず A マイナー、 E7、 F、 そして C、 E7、 A マイナー、 F、 G で、この後サビに入ります。超ゆっくりいきます。名残雪が降る時を知り、けすぎた季節の後で、名残雪が降る時を知り、ふざけすぎた季節の後で、はい、ということでございまして、今回は名残雪の B メロを弾いてみました。今度はですね、A メロになるのか、サビになるのか分かりませんが、また第2回目のギター講座も行ってまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。やすさんでした。